年金の問題をですね、本当に考えるときには、この前に大きなこの大原則を考えなきゃいけないわけですね。まあ、日本人にそれのコンセンサスを取っておかなきゃいけないということになるんですが、まあ、どういう大原則かというとですね、まあ、憲法に書かれている通りなんですが、日本人は皆平等であると。日本人は皆同じ人間であると。人間の価値というのは、男性であるとか女性であるとか子供であるとか老人であるとかどこに住んでるとか、運動神経がいいとか悪いとか頭がいいとか悪いとか、まあ、そういうことと関係なく一人の人間は圧倒的な価値を持っているということを心の底から国民が納得するっていうことだと私は思うんですね。まあ、例えば人間の価値を数字で表すことはできませんが、まあ、みんなのコンセンサスを得るときは、まあ、ある意味では分かりやすい表現が必要なんですが、一人の人間の価値を100としますとね、100としますと、男の価値も100、女の価値も100、子供の価値も100、老人の価値も100、働き盛りも100。まあ若干人間というのはこう能力によってその価値が違う方がですね、人間自身にとってもいいので、まあ、非常に運動神経のいい人でオリンピックの、選手なんかは101それから、まあ、ノーベル賞を取ったり素晴らしい人は101、まあ、そのくらいの差があるっていうことですね。まあ、運動神経のない人とか頭の回転が少し鈍い人を99にする必要はないと、まあ、まあ平均がちょっとおかしくなるんですが、一応人間の価値は100、ちょっと素晴らしい人は101ぐらいはいいかなと。だけどそれでも1だけはいいけど、そんなに大きいわけじゃない。まあ、非常に人格が優れてて、まあ、他人のことを思い粉骨砕身働くと、例えば素晴らしいお医者さんで、ものすごく仕事もなさるし診察も適切だし、手術したらその日の晩とか次の日の晩まで病院にお泊まりになって患者の容態を見ると、まあ、こういった偉いお医者さん、まあ、102ぐらいでしょうかね。まあ、だけど最大そんなもんでしょうね。まあ、能力が優れてたら100を101にしてもいいかなと。能力と人格に優れてたら人の心の痛みが分かるとかですね、まあ、そういう人は102かなと、まあ、ぐらいの差はつけてもいいかなっていうのが、その年金とかそういうのを考える時の非常に重要なことなんですね。ところがですね、混乱はここにあるんですね。一つの老人は死んでしまえという人が多いんですね。で、そういう老人何の役にも立たないじゃないか、いや役に立つ人だけが生きてる価値があるってことになるとですね、これものすごく難しい問題を処理しなきゃいけないわけですよ。昔は男と女、まあこれは昔はっていうのはいけなくて、昔でも男と女の区別はなかった、日本ではなかったんですね。ヨーロッパではあったんですよ。ヨーロッパは男が女を所有しておりましたからね、これはありましたが、日本の場合は女の方が上で女イコール男でしたから、まあ、日本には男と女の区別っていうのは本来はなかった、まあ、悪い人はいましたけどね。まあ老人については特にそういうのがあって、定年制なんてのがあるわけですね。この定年制っていうのは人の大原則を外していると私はいつも言ってたんですね。肌の色が悪いからとかですね、まあ黒人だっていうんで差別をした場合もあるわけですよ。まあ、日本人はそれはないんですけど、外国人の中には明らかに黒人だと肌の色だけで差別するっていう、まあ、ひどい例もあったんですね。ほぼそれと同じですね。役に立たないから意味がない。じゃあ役に立つってあなた本当に役に立ってんですかと、世の中の役に立ってんですかと、役に立つのは一体何なんですか。まあお百姓さんがお米を作る、これはまあ役に立つでしょうね、明らかに。トヨタ自動車の社員が自動車を作る、まあこれも役に立つでしょう。私なんかも一生懸命学校で子どもたちに何か学問を教えればその部分は役に立つかもしれませんね。だけど全ての人はある意味で役に立ってるわけで、役に立たないからお前死んでしまえというのはですね、
ちょっと乱暴なんですが、現実に老人に対してそういう意見は強いんですよ。定年っていうのはもともとそうなんですね。定年を迎えた老人の悲しさというのを、まあ若い人はよくわからないわけですね。定年っていうのは恐ろしいもんで、収入がなくなっちゃうんですよ。その収入がなくなり方もですね、普通若ければですね、まあある時代自分の精神状態が悪くて引きこもってて無職であってもですね、よし頑張ろう働こうっつったら大体は働けるんですよ。まあ条件いろいろありますが、ところが定年っていうのは恐ろしくてですね、もうあなた人間をやめなさいっていうようなもんなんですよ。人間っていうのはですね、働くことが大切なんですよ。そうすると定年っていうのは働くのやめなさいっていうわけですから、人間っていうのをやめなさいっていうようなもんなんですね。それで若者も例えば中学生とかいうのは働けないんですけども、それは未来のために働かないんであって、未来が明るいわけです。人間はですね、今日よりか明日がいいという状態では生きていくことができるんですけど、今日よりも明日が悪いという状態では生きていくことができないんですね。で、老人が定年を迎えるってことは、あなた死になさいっていうこととそれほど変わらないんですよ。まあ悪い意味で使われませんが、もう随分長く働いてきたから、あなたはもう少しゆっくり、もうここからゆっくりしたらいいよっていうのは、まあ死になさいっていうのとかなり近いんですよね。まあ、かなり近いんです。まあ、ひねくれてると言われるかもしれませんが、受け取り方としてはかなり近いんですね。ああ俺はもう死ぬまでやることがない、つまり人間のゴールが死ぬっていうことなんで困っちゃうんですよね。まあ、死なない人っていうのがいればですね、あなたゆっくりしなさいっていうのは死ぬことを意味してませんよ。だけど全員が死にますからね。じゃああなたゆっくりしなさいと言われたその日からゆっくりしたら、あとは死ぬだけしか残されてないんですよ。だからそこが難しいところなんですね。ですから私はですね、この年金の問題を考えるときに、人は皆同じだと、100なんだと、101とか102の人がちょっといるだけで、あと全部100なんだと。だから老人に、高齢者だからって定年儲けちゃいけないし、もっと細かくて言いますとね、私自身が高齢者なんで言いやすいんですけど、75になったら突然ですね、私は働いてたんですその時、まだ給料もらってる身分なのに、厚生年金から保険とかその全部外されちゃってですね、あなたは後期高齢者だからね、もうその国民年金に全員一斉に入るんだっていう通知があったわけですよ。これひどいですよね。だって個人個人は個人個人の状態があるんですよ、人間には。そんな75歳になったから一律に死ぬ準備をしろなんてことはないんですよ。働いてるわけですから、当然働いてる勤務先からの健康保険組合からも支援を得るし、いろんな形でのそういう社会的保護っていうのを受けてるんですけど、それ全部突然なくなってですね、それで通知が1本来るだけなんですよ、ポンと。それはあなた死になさいっていうことを言ってるわけですね。もちろん後期高齢者の設定にはいろいろ社会的な問題がありました。それは血も涙もないんですよ。いろいろなシステムの中で血も涙もないっていうか、この人の大原則ですよ。人の大原則が外れてるんですね。で、人っていうのは年取るとやっぱり足腰も弱くなる、いろいろなる。だけども若い人も同じなんですね。この頃運転だったら、高齢者は免許を返納しろ。で、若い人の方が事故が多いじゃないですか。若いのは未来があるからいいって言うんですよ。いや違うんだって言うんですね。私は高齢者の1時間も若い人の1時間も同じその人の人生の1時間の価値があるんだと。高齢者だから1時間の価値がない、女だから1時間の価値はない、まあ、そこに座ってろっていうのはですね、私はね、私の考えではないんですね。私はやっぱりこの年金を考えるときに、人というものに大原則、その人一人一人は自由であり、自分の希望を自分の人生の中で達成する、権利を持っていると思います。この権利はですね、他人に迷惑のかからない限り、この他人の迷惑がかからない限りってのはですね、電車が混んでてもその混んでる電車に乗っていいと。なんでかったら、その人が乗ればより混みますからね。だけどそれは迷惑に入れない。自分が死ねば火葬場がいる。だけどこれは死んでもその迷惑にはならない。その最低の迷惑はどこかという線引きをしっかりして、そしてその
上ではですね、人は全て平等である、大原則で価値があるという大原則を作る、これが年金を考えるまず第一の考え方だと私は思います。